明日何時にしますか6時はどうですか6時はちょっと早いです6時半でもいいですか6時半いいですよじゃあそうしましょう待ち合わせして一緒に行きますかそうしましょうどこにしますかじゃあ駅前の 平和の鳥の像の前にしましょうえ、それ何ですか私もわかりません駅の改札でもいいですかじゃあそうしましょう六時半に駅の改札集合ではい、わかりました歩きながら この後どうしますかお腹が空きましたね何か食べませんかじゃあフードコートに行きましょうあ食事の前にお金を下ろしたいんですがあそこに a t m がありますよフードコートでこの後ジョギングシューズを買いたいんですがじゃあ スポーツ店に行きましょう買い物のあとでゲームコーナーに行きませんかいいですねーーじゃあ行きましょうかあその前にちょっとトイレユリアさんちょっといいですか はい今、日本語の教室に行っていますかはい、元町公民館の日本語教室で勉強しています私ももっと日本語を勉強したいんですが、クラスはどうですか楽しいですよ週に何回ありますか私のクラスは週に1回です火曜日の夜です 何時からですか7時から8時半です。土曜日の午前のクラスもありますよ。いくらですかただです。でも、教科書は自分で買います。そうですか。先生はどんな先生ですかいろいろな先生がいます。みんな親切ですよ。へえ<ー>。今度、 教室のチラシを持ってきましょうかありがとうございますじゃあお願いします